だから今夜だけは君を抱いていたい。ああ明日の今頃は僕は汽車の中、旅立つ僕の心を知っていたのか。遠く離れてしまえば旅は終わると言った。もしも許されるなら眠りについた君をポケットに詰め込んでそのまま連れ去りたい。